はいどうも、なおちんです。さあ今日もドラクエ10オフラインやっていきます。チャンネル登録、高評価をよろしくお願いします。それでは行きましょう。さあ今日はこのキャラクターを使っていこうと思います。まゆですね。装備なんですけども、皆さん何をつけてますか？おそらく素手で戦ってる人が多いのではないでしょうか。でも、まゆは素手と爪、そして根。その3種類で戦うことができるんですよね。実際、どれが強いのか、どれが一番いいのかを今日は見ていきたいと思います。では、まずは素手から見ていきたいと思いますね。で、スキルパネルは素手のところを入れております。素手はね、やっぱり攻撃力がかなり上がるのでおすすめなんですよね。素手で試してみましょう。それでは、素手の眉でいきましょうか。他のキャラは防御していきましょうかね。で、バフは何もつけずにいきます。通常攻撃どれぐらいかまず見ましょうか。通常攻撃が、230。まあ。通常は、そんなもんではないでしょうかね。でも、素手のね、一番いいところは、聖剣爆撃だよね。あれがとにかく強いので、まあ、基本これで攻撃していく感じですよね。まあ、他は、そうだね、爆裂剣使ってもいいけども、やっぱりこっちなんだよな。こっちの方が断然ダメージ出せますもんね。どうだ？会心なしで797。まあ、会心が出れば2000ぐらいは狙えるっていうところですかね。うん。あ、違うな。バフ入れなければ、1500ぐらいかな。そんぐらいのダメージでしょうね。なるほど。まあ、素手はこれぐらいの感じですね。では次、爪をこう装備してやってみましょう。それでは次は爪ですね。爪はね、攻撃力がかなり低いですね。素手の状態で620攻撃力があるんだけども、爪を装備すると445。ものすごい下がるよね。まあ、もちろんスキルパネルは入れてるんですよ。入れてるんだけども、爪を入れる場所ってこの3箇所しかなくって、なんかちょっと物足りない感じなんだよね。いやー、攻撃力こんだけ下がればだいぶ弱いんじゃないんでしょうか。では、爪ですね。やっていきましょう。まずは、バフを入れてない状態でノーマル攻撃をやってみますね。2回攻撃だもんね、爪はね。どうだ？ 253。なるほどね。素手よりも若干強いか。そうか、2回攻撃だからね。ダメージ自体は低いんだけども、2回行くから、まあそこそこっていう感じですね。で、爪での一番強い攻撃。タイガークローだよね。タイガークローを入れてみましょう。どんぐらいいく？会心の一撃は入れません。どうだ？ 681。やっぱり聖剣爆撃の方が、今見た感じでは強そうだよね。でも、爪はね、特技でね、攻撃力上げれるんですよ。臥薪嘗胆で、これでね、攻撃力が2段階上がるんですよ。で、さらにこれプラスで、バイキルトも入れることができるので、これでだいぶ違うんじゃないかな。ちょっとこけちゃったんだけども、次にちょっと眉で攻撃してみましょう。実質のところ攻撃が4段階上がるっていうことだからね。なのでそこで爪はちょっと強いのではないでしょうか。タイガークローどんくらいいく？ 792。そんなもんか。聖剣爆撃とそう変わらないぐらいになりますね。ならば、一旦消費しない聖剣爆撃の方がいいのか。でも3発撃つから、会心率は若干高い。いや、素手の時のあれ、結構異常なぐらい会心率高いからね。まあ、爪はこんな感じか。はい。では最後、コンで攻撃してみましょう。それでは最後はコンですね。コンも爪と同じく、素手よりも攻撃力は下がってしまいます。でも、素手よりも90ぐらいかな。90ぐらい下がるので、まあ、爪よりは下がらないイメージですね。スキルパネルも入れてます。この3種類ですね。はい。では、行ってみましょう。それでは、最後のコンでやってみましょう。あ、コンになると、そうそう、素早さと防御が上がるんですよ。なので、攻撃は一番早くいけるんだな。で、耐久力も上がるので、まあ、それがコンのいいところでしょう。では、まずは通常攻撃からいきましょうか。バフは何もかかってません。どうだ ?178 弱い。弱い。まあ、グループ攻撃をする感じだもんね。コンはさ。だからまあまあ、これぐらいなんでしょうかね。で、コンの時は、どうだっけ、氷結乱撃かダンク投げ、あ、ダンク投げ払いの方が確かダメージは上だったよね。まあ、ダンク投げ払いからいきましょう。どれぐらい与える ?802。なかなかじゃないですか ?802。まあまあ、制限爆撃と、そう変わりない、ダメージを与えることができると思います。ただ、会心率は低いんじゃないかな。制限爆撃は3回に1回ぐらい会心出るけども、コンはそんなにはいかないでしょう。乱撃もちょっと打ってみましょう。さっきが802でした。どんぐらい？あー、会心出るな。会心出るな。会心出たんでもう一回いきまーす。どんぐらい ?679。まあまあ、ダンク投げ払いの方が全然良さそうですね。でも確か、あれは、耐性を下げるよね。確か。ね、さっき耐性下げたんで。やっぱ氷耐性下げるわ。なので、下げた状態で攻撃すると、もうちょっといくんだよね。なるほどね。そういうデバフ付きっていうのは嬉しいですよね。耐性下げれば、なぎ払いと変わんないぐらいのダメージか。でもまあ、一発目から打てるなぎ払いを使った方が、まあ良さそうですよね。まあ、フォースブレイクとかとの相性は良さそう。コンは悪くないな。それでは最後に、必殺技でどれぐらいダメージを与えれるのか見ていきましょう。使うのはこれ、連撃天舞ですね。クイーンオブハートは入れずに打ちます。まずはコンですね。コンで連撃をすると、どんぐらいでしょう。まあ、会心出たりするからね、わかんないんですけどね。思いっきり素手で殴ってるけどね。3047ですね。まあまあ、こんぐらいではないでしょうか。いや、でも、エフェクトが素手で殴ってたな。それでは、爪です。バフは入ってません。爪、ライガークラッシュも強かったと思うんで、まず最初、ライガーでも行ってみましょうか。ライガークラッシュはどんぐらいいく ?3000 超えるかな。2250。まあまあまあ、そんなもんか。そんなもんだよね。いや、でも十分なダメージだと思うけどね。でもやっぱり連撃の方がダメージは上でしょう。ライガーも結構強い方なんですけどね。連撃は、やっぱり素手でいくんだな。やっぱり素手で殴るんだ。どんがいく？あ、2300。あ、そうか。なるほどね。爪はやっぱりダメージあんまり出せないんだ。やっぱり臥薪嘗胆を入れとかないとダメージはちょっと出しにくいっぽいですね。それでは最後は素手です。スキルパネルもしっかり入れてきました。素手が一番でしょ。3709、あーやっぱり素手が一番ダメージは出るっぽいっすね。はい、ということで戻ってきました。今日はですね眉使ってみました。武器を3種類、素手と紺と爪使ってみましたけども、まあそうね、それぞれ良さはありましたよね。でもやっぱり、素手が一番無難っぽい。まあダメージも普通に出るし、会心の一撃が出やすいので、ダメージ稼ぎやすいですよね。なのでやっぱり素手かな。でも、敵がいっぱい出てくるとこであれば、紺を装備して、なぎ払い、あれでも全然良さそうですね。あと爪なんだけども、会心率はね、器用さが上がって、高そうなんだけども、今回は全く会心が出ませんでしたね。会心がもうちょっと出るっていうのであれば、タイガークローとかその辺でダメージ稼げそうな感じですけども、今のところは素手の方が良さそうかな。まあ、とりあえず、おそらくだけども、素手使ってる人が多いと思うんで、それが正解かなと思います。まあ、今後どう変わるかはわかりませんけどね。はい。ということで、またやっていきます。チェックをよろしくお願いします。そして、チャンネル登録と高評価もよろしくお願いします。それではご視聴ありがとうございました。